ちゃん。あれです。今日ね、どうしても韓国のジャージャー麺がね、食いたくなったの。で、まあネットで調べてたらさ、前ちょっと一回 ASMR やった時、アスマ、音のやつ、咀嚼音のやつをやった時に、一回使ったんだけどね、これ、チャーワンってやつなんだけど、向こうのね、インスタント麺で、これめっちゃうまかったんで、これをね、改めて買ってきました。なんかネットで見たらね、2種類作り方があるみたいで、1種類は普通に日本のインスタント麺みたいにさ、お湯に麺を入れて、まあお湯切って、で、まあ具材とタレを和えるみたいな感じだったんだけど、なんかね、もう1個あるらしいのよ。で、一応ネットによるとね、1個につき、フライパンに水 350ml を入れて沸騰させる。で、そこに麺と火薬を入れて中火で5分ほど茹でて、火を止めて、最後ね、粉末スープと野菜調味料を入れて、よく混ぜ合わせるっていうのがあるみたいなんで、ちょっとね、こっちの方が楽そうなんで、こっちで今回は作っていきたいと思います。で、いっぱい買ったんだけど、また多分入りきんないんで、入りきるだけ作っていきたいと思います。1.4 リッター、とりあえず4つだと 1.4 リッターか。ケトルしか測るのねえんだよな、うち。とりあえず、これで1リッター。1リッターと、残りに400と今ちょうど1袋分か4袋分のお水入りました。6袋ぐらい出るか。あと追加で500、じゃあ600、700か。そんな汁吸う、これ。え、嘘でしょ、本当に。なんか一応この場合だとお湯切んないらしいんだけど、すげえお湯多いんだよね。ちょっとやってみるわ。やばい、今ねお湯沸いてきたんだけど、一個忘れてたことがあった。超重要なこと。タキシードケーキ、これね、コストコで買ってきて、今日ね一緒に食べようと思ってたんで最初に紹介するつもりだったんだけど、完全に忘れてた。なんで今日はね、このケーキとジャージャー麺かを一緒に食べていきます。じゃあとりあえずね、お湯がゆだったんで麺をね投入していきたいと思います。明らかにお湯多いから、ちょっと麺残りの2袋も追加していくわ。今ね、ちょっといい感じに茹で終わったんだけど、なんとなくね、水分が多い感じするから少し切っていこうと思う。そんなことないな。これ多いの？多くないの？多くないのかも。いや。あ、すごい。じゃあ今、見えるかな？今ね、こんな感じにし、あ、だ、今ね、こんな感じに仕上がったんで、向こうで、さっき食べてねえや。さっき買ったね、ケーキと一緒に食べていこうと思います。はい。ってことで、今こんな感じで、出揃いました。やばい、ちょっとやっぱ水分が足りなかったのかな？もう乾き出してる。ちょっと早速食べなきゃ。いただきます。うわ。てか、焦りすぎて説明してなかった。あとこれなんだけどね、なんか辛いソース、カプサイシン系の辛いソースをね、ちょっと買ったから、これ甘口なんでね、後で物足んなくなったら、かけていこうかと思っております。いただきます。熱いぞ。まあやっぱこれうまっ。どうしても今日の作り方だと、まあ、煮込んだりするからさ、やめにはなっちゃうけど、十分うまい。でも混ざってないな。全然混ざってないな。
ちょっとチョコケーキも食っていこうかな。いや、ま、うまっ。ムースってか生チョコみたいにこう溶ける。うん、あ、これはうまい。見てこれ、めっちゃうまそうじゃない？絶対変ない、これ。うん、なんだろう、コストコのケーキってちょっと雑な感じ、わかる？あの雑がいいみたいな、あの感じのうまさじゃなくて、ちゃんとうまい。甘いな、チョコ。ほんのり苦味があってうまいんだよな。ちょ、これそろそろかけてみよう。あ、こういうこと。え、これめっちゃ辛い気がする。今ちょっと舐めただけでもう舌が、え、これすごいぞ。すげえ、いって、辛っ。え、あ、全然、あ、全然取れない。これやばい、めちゃめちゃ辛い。カプサイシンソースって調べたら出てくるから、辛いもんね、好きな人はね、ちょっと試していて、うん、少量だったらちょうどいいかも。僕あのタバスコとかあの酸味系の香りが苦手だからあんま好きじゃないんだけどね、これはそういう香りがないから純粋に辛くなる。あ、めっちゃ痛いなこれ。こんなはずじゃなかったんだけど、こんな辛いのこのソース。口が痛いからチーズ持ってきた、チーズ。見てこれ、うまそうさが増したよ。うわ、うま、うまそう。あ、こ、お、あ、うめえ、うわ、うめえ。まあ、こうなったらビールでしょ。ちょっとだけだったらさ、チーズタッカルビみたいな感じにならないかな。ちょっと、ほんのちょっと、ちょっと、ほんのちょっと、怖い怖い。うまい。適度うま。うん。あ、お腹いっぱいになってさ。さすがにチョコはくどいな。ケーキももうちょい、3分の1ぐらい。もう今辛くてよくわかんねえや。ああ、食べた。
とりあえずね、今ケーキの方も切った分は食べ終わったんで、残ったこの綺麗なやつは自宅用に取っておきたいと思います。食べた、ごちそうさまでしたね。ということで今日もいい感じに食べてまいりました。やっぱね、コストコ行くと美味しそうなのいっぱいあるんだけど食べきれないんだよね。まあ、今回もこっちのジャージャー麺の方もね、前回食べた時と同じように美味しいものを作れました。あとね、このソースもこれすげえ辛いから、もし、ね、見てくださって買って使う方もちょっと量は気をつけてください。もう全部この味になっちゃうから。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。